はい、ではこれから前処理としての言語表現の企画化と統計的機械翻訳の応用と題しまして、自然言語処理研究室高橋寛司が発表します。まず背景です。言語処理とは言語を加工してある目的を達成するような処理です。例えば統計翻訳やカナ漢字変換、情報検索などがあります。でそんな中、言語処理の難しさは何かというと、同義表現が多く網羅が規則的にも統計的にも困難だということです。でこれに対してある一つの考え方として、佐藤が還元によって表層的な多様性を考慮するということを挙げています。で例えばじゃあ同義表現が多いってどういうものかというと、ここに例を挙げます。まあ、会議に招聘するという一つの表現なんですけれども、これを取ってみても、例えば会議に招聘をするだとか、会議に招聘するまあひらがなか漢字かの違いである、であと会議にお招きする敬語になる、会議に招く、まあ、別の招聘すると招くが、まあ、同義語なのでこのように変わるっていうものがあります。でこれがじゃあどういう問題を起こしているかっていうところで、膨大な組み合わせっていうのを生み出しています。でそれは言語処理が解く問題っていうのを複雑化していると考えます。でこの組み合わせを学習セットで網羅できない問題っていうのをデータスパースネス問題、データ可塑性の問題といって、特に言語処理では昔から問題として挙げられています。で例えば表記例の例で組み合わせの例を示すんですが、私がリンゴを買い取るというふうな単語列があります。でこの時にそれぞれこの縦の列は同じ単語なんですけども、表記が違うため計算機にとっては別の単語として扱われます。でそうすると表記例この場合ですと 2×1×4×1×3 で、24通りの組み合わせっていうのが生じます。でこれが、膨大な組み合わせを生む原因であり、さらに問題を複雑化していると考えます。でそこで我々は、これは網羅は困難なため何らかの方法で同一する必要があると考えます。でそこで前処理として言語表現を規格化することで、この難しさを軽減しようということです。で先ほどから規格化規格化と言ってるんですが、規格化とは何かを定義します。規格化とは単語数および組み合わせ数の減少を目的とした文字列の加工と定義します。でこの加工には例えば、表記例であったり敬語であったり先ほどの同義語であったりします。でこれによって、具体的にはこの、私がリンゴを買い取るってこのように24点あるんですけども、この中からこのこれらの太文字の、私がリンゴを買い取るのようにどのパターンが入ってもこの黒の系列になるように加工するようなことっていうのを規格化と呼びます。でそれではなぜ前処理かという話ですけれども、前処理にすることによって大きな貢献が一つあります。でそれは全ての応用処理に適用可能だということです。でこれは単純なイメージ図です。例えば応用システムが機械翻訳だったとします。で機械翻訳には、中には単語分割があり、翻訳をするための統計モデルの学習があり、でそして翻訳処理が行われます。でまたこの中でも様々な複雑なモデルがあります。でしかしながらこれを前処理として、適用することで、機械翻訳のモデルは一切いじることなく、適用することができます。なので前処理として言語表現を規格化します。目次です。まず前半では規格化手法の提案ということで、どのように規格化したか、いくつか手法を提案して、またその結果というのを示します。で後半では、実際にこの規格化が本当に統計モデルに影響を与えるか、性能を向上するかということを統計的機械翻訳へ応用することで確認をします。まずは表記揺れです。表記揺れとは日本語にとても多く見られるもので、ウェブ文書中の 10% の単語に見られます。でどういうものかというと、例えば会議に招聘するという場合に、この招聘っていうのが、漢字で書かれるかひらがなで書かれるか
といったようなものです。で、これは解析誤りを引き起こす原因と考えられています。で、そこで、今回私は活用を考慮した表記例の解消というのを行いました。先行研究でも表記例の解消はある程度取り組まれていましたが、活用を考慮していませんでした。なので今回行ったのは、既存の解析機を改良して活用を考慮した表記例の解消ができるということを行いました。次は支援同士構文の左辺同士への還元です。冒頭でも述べましたが、還元により表層的多様性を考慮するという考え方があります。で、また、表現の正規化、まあ、例えばこの今回やったものですと、支援同士構文、この十分に反省をするというものに対して、この反省をするを反省するというふうに、この複数表現できるものを一つにすることによって性能を向上するという報告があります。で、そこで我々は、まあ、このような構文、支援同士構文、まあ、反省をする、反省だけ意味と、まあ、するだけで意味ないんですけども、反省をするで、まあ、一つの動詞になるようなものっていうのを対象に、規則を作り、還元を行いました。で、結果、規則に基づく高精度な還元を達成しました。次に敬語の状態への還元です。敬語というのは日本語において一般に丁寧さや話者間の敬意というものを示します。まあ、しかしながら、敬語を言語処理の対象として扱った研究というのは少なく、またツール化されていないという点があります。で、今回私は、まあ、これを研究し、敬語を状態還元するとともに、まあ、ツール化をして公開をしました。で、簡単に敬語の状態への還元の機構を説明します。まず文が入力されます。お皿を拝見する、これを単語解析します。お皿を拝見するとなります。で、ここで、構築した敬語表現検出機を用いて、このお皿と拝見するが敬語表現であると認識します。で、その後、構築した還元辞書と規則を用いて、お皿は皿になり、拝見するは見るになるというふうな、変換を行います。で、結果的に文の出力としては皿を見るというふうになります。このように規則に基づく、敬語の状態への還元手法というのを行い、日本語における代表的なコーパスで影響を調査したところ、0.5% 程度の敬語表現が縮略されるということが分かりました。次は活用形態素です。活用形態素というのは、活用を表出させて一単語として扱う概念で、山本が2016年に提案をしたものです。で、どのようなものかと言いますと、例文、会議に招聘したという文があります。で、その時に活用というのは日本語の用言に付随するもので、用言の、語形を変化して、まあ、時制などを表すものです。で、この場合ですと、このしとたというのは、まあ、動詞と助動詞であるため活用 があります。で、それでしはする原形になり、それの活用形、連用形、また他の活用形、終止形というものを一単語として表出させます。で、なぜここで用言の原形と活用形というふうに、表現するかというと、一つ目は用言の意味を保持できるということです。これは死とするの場合、違う表層形なので違う単語として一般に扱われます。しかしながら、まあ、想像が容易なように、死とするっていうのは別に活用であって、活用であり同じ意味の単語であります。違うのは、まあ、時間に関する情報とかということです。なので、ここをあえて原型とすることで、これが同じするをもするという意味だっていうのを、保持できるということです。で、また、このする連用形というのから、した終止形というのが他に戻すっていうのも、ほぼ可逆で変換が可能です。で、今回、この活用形態素の考え方を取り込んだ解析機というのを、実際に構築しました。機械化手法の、最後になりますが、語彙統制のための同義語集合の資源化になります。ここでは実際に規格化まではたどり着いていませんが、規格化するための、
考え方および資源の構築を行いました。で、語彙と是正か何かというと、これは同義語により、企画化を行う。なので同義語によってコーパス内の単語の数や組み合わせ数を減らそうという考え方です。で、従来法はどういったものがあるかというと、思想ラスが代表的に挙げられます。で、思想ラスというのは、例えば、動物という概念があった際に、動物の貝概念は哺乳類や爬虫類であり、哺乳類の貝概念は犬や猫や猿、爬虫類の貝概念は蛇やトカゲというふうになります。しかしながら、我々は企画化という目的を考えたときに、ここまで流度を分ける必要はなく、例えばもう猫と子猫と白猫は同じでいい、赤ちゃんベイビー赤ん坊は同じでいいというふうに考えます。で、そこでこれを実際に実現するために、こういった同義語の集合というものを手作業および複数の資源から自動で抽出しました。そしてそれを一つの辞書にまとめました。で、結果として約、2万2000集合ほど集めることができました。ここまでが企画化手法の、提案および説明結果についてです。で、ここからは実際に企画化を統計的機械翻訳へ応用した際にどのような影響が現れたかということを、説明していきます。で、1つ目はまず従来検証の改善で、2つ目は、まだ分からなかった部分を明らかにするための追加実験となります。まず、なぜ統計的機械翻訳へ応用するかという話ですけども、企画化が統計モデルや規則処理に対して性能を向上すると考えていました。なので実際に検証をします。で、そこで統計翻訳というのは、ふんだんに統計モデルを使った処理であり、企画化の影響というのが調べやすいと考えました。で、ここで表現の多様性の影響の調査、また多様な表現というのが統計モデルに対してどのような影響を与えているかということを調査します。特に表記を題材として影響の調査を詳しく行います。まず、実験に入る前に、統計的機械翻訳について簡単に説明します。統計的機械翻訳とは、機械翻訳、統計処理を用いた機械翻訳で、最もらしい翻訳を確率で決定します。これは本当に単純化した式なんですけども、ある現言語が与えられた時に、ある出力言語が出るようなものを、確率を最大化するような出力っていうのを選びます。で、ここで、実際に用いる統計的機械翻訳は、区に基づく統計的機械翻訳と呼ばれます。で、これは区を単位としてそれらしい翻訳を確率から算出する、モデルになります。で、例えばですけども、 He walks to school だった時に、これが一つの区であるということが確率的に決められます。で、これが to school は学校まで対応する、 He walks は歩くと対応する。で、これを翻訳モデルと呼びます。で、この歩くと学校までっていうのを並び替えて、日本語でそれらしい文章にすることは、この言語モデルによって、計算をされます。で、これから実際に、統計翻訳へ応用していきます。しかしながら結果ですけども、結論から言うと、まず企画化を応用した結果、影響は小さかったです。で、これはいずれの表記揺れの解消、支援動詞構文の還元、敬語の還元、活用形体操を用いた場合、いずれにしても影響は小さいものでした。で、それではなぜ影響が小さいのか、またどういう場合に大きく改善されるのかということを表記例を対象に分析し報告します。で、再度説明しますけども、表記例と統計的機械翻訳への応用についてです。表記例はウェブ文書中にの 10% の単語に見られる、日本語においてよく見られるような、現象になってます。で、会議に招聘する、この招聘の、表現方法が違うようなものになってます。で、ここで、先行研究が、では表記例と統計翻訳の影響というのが、調査されていました。で、それでは性能が向上したというふうに報告されていましたが、実験設定にいくつか問題があり、一つ目は活用を考慮していないということです。で、日本語においてこの活用を考慮していないっていうのは、
ある種現実の文章からはかなりかけ離れたものとなっています。なので、活用を考慮するっていうのはこの表記例の影響を調査する上で必須であると考えます。で、2つ目が、単語単位が異なるということです。先行研究では、別の単語単位のもの同士で実験を行い、評価を行っていました。しかしながら評価尺度の都合上単語単位が異なる場合っていうのは正しく評価できないという問題があります。で、そこでこの問題点を考慮した実験を行います。で、既存解析機を改良して活用を考慮します。で、次に単語単位を揃えて評価を行います。実際の実験です。表記例解消の影響を問題点を解消して、調査をします。実験設定としては区に基づく統計的機械翻訳を用います。で、3つの、状況があるんですけども、1つ目はベースラインでそのままです。で、2つ目は、表記例を解消したもの、全ての、 その学習コーパスなどの表記例を解消します。3つ目は、逆に表記例をあえて生成します。で、これは表記例解消器を逆に使って表記例を起こしたコーパスっていうのを自動で作成します。利用するコーパスについてですけれども、1つ目は京都関連のウィキペディア文章です。で、もう1つは、特許に関する文章です。特許文章です。で、これの大きな違いっていうのは、ウィキペディア、京都に関するウィキペディアと特許というふうな内容の大きな違いで、もう1つは、学習の分数が大きく違うということです。で、実験を行いました。で、まず結果からですけども、まとめて言うと、表記例の解消は、影響しませんでした。で、そして表記例の生成は、統計翻訳に悪影響を及ぼしました。で、まず表記例の解消は影響しないというところですけども、評価したのはこのブルーという尺度です。で、これは値が高ければ高いほどいい翻訳になります。で、まず表記例の解消は影響しないというところですけども、このベースラインと表記例の解消を比べたときに、このブルー値というのにはほとんど差が見られませんでした。次に、表記例生成は悪影響を及ぼすという話ですが、このベースラインと表記例生成のブルー値を比べると、いずれにしてもスコアが下がっていることがわかります。で、ここで、じゃあなぜ表記例を解消したときに影響がないのかという点ですけれども、まず我々はテストセットに着目して調査を行いました。で、結論は、表記例解消の影響範囲が小さいため翻訳に影響しないと考えました。で、テストセットの内容になるんですけども、これはコーパスの種類です。ベースライン、表記例解消、表記例生成。で、トークン数っていうのは、分割した単語の数になります。で、語彙数はそのテストセットに含まれる語彙の数、単語の種類数になります。で、道語は、テストセットに存在するんですけど、学習セットには存在しない単語で、パープレキシティというのは、その単語の系列の組み合わせの複雑さを表したもので、これが高ければ高いほど、複雑な言語モデルになるようなものっていうのを表しています。低いほどいいというふうに言われるものです。で、ここで、まずあまり影響がなかったというベースラインと表記例解消を比べるんですが、語彙数は80単語ほどの減少で、道語は20単語、パープレキシティは3ぐらいの減少となっています。で、逆に影響が大きかったという表記例解消と表記例生成を比べる、ベースラインと表記例生成を比べるんですけども、語彙数は600ほど増え、道語はちょっと減っています。で、パープレキシティは、倍近くになってます。で、この2つの相対的な関係から、どうも表記例解消はこの差っていうのが少なかったため、翻訳の性能にはあまり影響しなかったと考えました。じゃ、追加実験ということで、それでは表記例が本当に多く含まれるコーパスで実験をすると性能が向上するんだろうかということと、もう一つは、そもそも表記例に注目したときに、低頻度な表記っていうのがどんな悪影響を与えているんだろうっていうことを調査することにしました。で、これらを行うことによって、
まあ、この供給例の影響っていうのが明らかになると考えました。で、追加実験です。別コーパスの利用ということで、翻訳モデルと言語モデルの学習に別のコーパスを利用します。で、これにより、まあ、擬似的ではありますが、統計翻訳が学習するコーパスに供給量を増やすことができます。で、翻訳モデルっていうのは対訳を選ぶモデルで、言語モデルというのは出力の並びを選ぶモデルです。で、それぞれ別のコーパスで学習を行います。で、結果ですけども、日英翻訳で、適用したところ、スコアは向上しました。あ、これは英日翻訳ですね。英日翻訳で検証したところスコアは向上しました。で、どれぐらい向上したかというと、まあ、ベースラインと表記量を比較したときに、まあ、1.7 ポイントの向上となっています。で、向上した理由ですけども、まあ、1つ目にコーパス間で数字が多かったということです。で、先ほどの向上しなかった理由のところで、表記揺れを解消したものが少なかったため影響しなかったと言ってました。で、逆に今回は、まあ、数字の統制っていうのが多かったため、その表記量の解消が影響した部分が多かった、それで性能が向上したと考えられます。で、単語頻度のうち、数詞はコーパス A では 6.7%、 コーパス B は 3.8% を占めています。で、確かによく考えてみると、まあ、半角の位置とか全角の位置とか漢数字の位置とか、表記の揺れが多いとなっています。で、これを段階ごとに検証すると、まあ、まずベースラインが 16.8で、表記例の数詞だけの解消をすると 18.4 になり、数詞以外の解消だと 16.6 で、表記例を解消すると、まあ、結果最終的に 18.5 になるというものです。まあ、なので、コーパスにたくさん含まれるものをきちんと統制すると、機械翻訳のスコアが向上するということが分かりました。もう一つの追加実験です。低頻度な表記例ということで、例えばこのほとんどとほとんど、まあ、七夕と七夕ってあるんですけども、この右側の表現っていうのはほとんど、使いません。まあ、しかしながら学習コーパスにはある程度含まれており、まあ、道語の問題とはまた別の問題としてあると考えます。で、これがこのほとんどとか七夕っていうのが入力文に入ってきた時に、じゃあちゃんきちんと翻訳できるのかということを調べました。で、入力文を、このほとんどをこっちのほとんどに変更して、評価を行います。で、その結果、翻訳性能は低下しました。で、比べるとベースラインが 18.6 で、低頻度な表記に、変更したものは 16.9 となっていました。それではじゃあ表記例の統計翻訳への影響はということで、結果から考察すると、単一コーパスの実験では影響が見られませんでした。で、これは表記例がそもそもコーパスにあまり含まれていないというふうに、結論付けました。で、それでは表記例が多くなる実験っていうのを試したところ、別コーパスを用いて学習をすると性能は向上しました。で、また、人為的に表記例を作成すると性能は低下しました。で、入力の表記を入れ替えて低頻度なものにすると性能は低下しました。まあ、これらのことから前処理として言語表現を規格化することで、機械翻訳システムの性能低下を防ぐことができ、まあ、条件が揃えば、性能が向上するということが言えます。まとめです。今回前処理としての言語表現の規格化を提案しました。で、前処理として、適用するため、さまざまな応用モデルの前段として適用ができます。なので、応用モデルをいじる必要はありません。で、これを規格化したものを統計翻訳へ応用して、実際に影響を調査しました。で、その結果、単一コーパスの実験では、そもそも表記例が少なかったので、影響は小さかったです。まあ、しかしながら、複数コーパスの利用や入力を変更したもの、では、性能が向上しました。なので、結論として現実的な利用では規格化した方が、いいと言えます。以上で発表を終わります。ありがとうございました。